ソニックシリーズは、セガグループの看板キャラクターである、ソニックザ・ヘッジホックが主人公のアクションゲームのシリーズ。2020年時点で、無料ダウンロードを含むシリーズは、累計11億4000万本を超える。音速で走ることができる青いハリネズミのソニックを、操作して起伏に富み、ループなども設けられているステージを、ジェットコースターのように駆け抜ける。 高速アクションゲームである。任天堂のスーパーファミコンに対抗するための戦略商品としてメガドライブの機能、特に高速な描画処理能力を活かしたゲームデザインであった。当初は耳の長いウサギのキャラクターを操作するアクションゲームを考えていたというエピソードもある。また当初よりプレイヤーキャラクターがボール状に変化する ギミックなども考えられていた。また、初期 MD 版の2から3の一部のステージは、疑似的ではありながらも、スプライトを効果的に用いた 3D アクションのミニゲームが収録されており、近年の3人称 3D アクションの元祖とも言える。自社ハードを代表するキラータイトルの 2D アクションゲームの開発ということで、当時開発の中核にいた中有事は、 スーパーマリオブラザーズを徹底的に研究し、改めてその完成度の高さに驚愕したと語っている。その際に単純なマリオのコピーではなく、ハードの性能を生かした高速描画をゲームシステムに組み込むことを考え、一瞬先の画面も見えないスピード感を演出する高速スクロールを発案した。 高速で失踪するため敵などとの衝突も多いが、アイテムのリングを1枚でも持っていれば即死はせず、また被ダメージ時には保有したリングが飛び散るので急げば少量ながら回収できる。これらによりミスによるストレスを緩和している。このスピード感やゲームバランスが見事にマリオシリーズと一線を隠すことに成功し、マリオがコインやキノコを集め、 一歩一歩慎重に進めるのに、対し、ソニックは高速移動で制御が難しいという難点を、どの角度から敵に突撃しても良い攻撃方法にする、ことによって若干アバウトな操作でも走る足を緩める、ことなく突き進むことを可能とした点において大きな違いがある。MD 版の一、二、三、ナックルズ、GG 版一、二、テールス一、二、T アドベンチャー、G ソニック、 n g p 版ポケットアドベンチャーメガジェムズコレクション4の起動時はセガのロゴマークとサウンドロゴのコーポレートアイデンティティが表示再生される。第1作目のメインプログラマは現在株式会社プロペの代表取締役社長とスクウェアエニックス社員を務める中、有事1作目と2作目の BGM はドリームズカムトゥルーの中村正人により作曲された。 加えて、一作目発売と同時期に出回り始めたニューフォーキャッチャーには、筐体の至るところにソニックのイラストが配され、BGM もほぼそのまま利用されている。同ソフトの発売以降、ソニックはセガの看板キャラクターとして位置づけられ、多くのシリーズ作品が制作されている。また、2003年4月から2004年3月までソニックを主人公に据えた、 テレビアニメーションソニック X も放送された。マリオシリーズへの対抗として生まれたソニックシリーズであるが2007年に発売されたマリオソニック AT 北京オリンピックシリーズかはきりとしたマリオソニック AT オリンピックシリーズでマリオシリーズとの共演が行われた。下記のように後に発売された大乱闘スマッシュブラザーズ X 以降の同シリーズでも ソニックらがゲスト出演してマリオに限らずニンテンドの様々なキャラクターと共演している。このようにライバルであったマリオシリーズ及びその発売元のニンテンドとは現在はパートナーに近い関係となっている。一時期ニンテンドゲームキューブソフトとして開発されていた大乱闘スマッシュブラザーズデラックスへのキャラクター参戦も噂となったが、 セガがニンテンドに参戦を依頼した時にはすでにゲームが完成していたため、さらに時間の制約で話し合いがまとまらず、ソニックのスマブラデラックス出演は実現しなかった。しかし2007年10月、w i o ソフト大乱闘スマッシュブラザーズ X においてソニックの初参戦が発表された。ニンテンド以外のメーカーのゲームキャラが同シリーズへ参戦するのは好みの メタルギアソリッドのキャラクター、ソリッド・スネークに続いて2例目となる。スネークはソニックのことをなぜだか気に入らないと発言している。2011年にはシリーズ誕生20周年を記念し、過去のシリーズの BGM などを収録した CD の販売や現在のソニックと昔のソニックが共演を果たすソニック・ジェネレーションズが発売。さらに2012年に ソニックの年ドロイドが発売。2013年に映画シュガーラッシュにソニックとエッグマンがゲスト出演。同年の10月にニンテンドーダイレクトにてソニックが大乱闘スマッシュブラザーズ4ニンテンドー 3DS Wii U への参戦が発表された。ニンテンドー以外のメーカーであるカプコンのロックマンに続いて二人目に当たるが、ニンテンドー以外のゲームキャラクターが続投するのは ソニックが初めて。ソニックロストワールドでは、DLC 用の追加コンテンツで、ヨッシーアイランドのヨッシー、ゼルダの伝説のリンクとのコラボが実現した。CULTURELLEMENTGEEK.COM の記事によると、ソニックシリーズの累計販売本数は2012年9月の時点で1億132万本を達成。 2016年に25周年を記念し、全シリーズの累計販売本数は1億4000万本を超える。2017年時点でソニックホースのゲーム紹介映像にて無料ダウンロードを含むソニックシリーズは全世界3億5000万本を突破ことが発表された。日本市場においてはそこそこの成功に止まっているが、海外での評価は極めて高く、特に 米国市場では爆発的なヒットを記録してきた。マクドナルドのハッピーミールにソニックたちのグッズが登場した際には4000万個の景品が即座に品切れとなるほどの大人気となった。また、1992年に行われた Q スコアではミッキーマウスを超える人気を記録した。1996年には英国の歴史的フィルムや番組が保存される。 国立保管所、ナショナルフィルムテレビジョンアーカイブに、テレビゲームのキャラクターとしては初めて保管された。2008年に、英国新聞会社大手、デイリー・テレグラフによる、最も好きなゲームキャラクターの調査でも、堂々の第一位を獲得している。さらに、新発見された、遺伝子にソニック・ヘッジ・ホックという名前が付けられた。2003年に制作された、テレビアニメ、 ソニック X も世界中で放送されて人気を博した。日本ではテレビ東京で全52話が放送された。欧米諸国では日本で放送された52話に加え、新たな26話のエピソードが放送された。この26話の日本での放送はしばらく未定とされていたが2009年8月6日に東京ムービーオンラインなどオンライン配信が行われた。 日本と海外でソニックの人気の大きさに差が出た理由について、ぷよぷよシリーズプロデューサーの細山田水ずは日本国内においてセガサターン向けに本シリーズを展開していなかったことや海外ではグッズ化やメディア展開などが積極的に行われていたのに対し日本国内での宣伝が不十分だったからではないかと日経ビジネスとのインタビューの中で述べている。 本シリーズの根幹を担う宝石状の物体で、カオセエメラルドは拳台で7つ、マスターエメラルドは大型で1つ。それ自体が強大なエネルギー媒体として機能するが、カオセエメラルドは所持したものの感情を媒介にして、さらなるエネルギーを引き出すほか、時には時間や次元を超躍する機能を持ち、7つすべてを集めれば絶対的な力を与える。マスターエメラルドは、 カオスエメラルドが制御不能レベルまでエネルギーが増幅するのを防ぐためのリミッターとしての役割を持ちその機能を発現するためには呪文行うものそのは7つの混沌混沌は力力力は心によりて力たり抑えるものそのは混沌を滑るものを唱える必要があるシリーズでは特定の条件を満たしてステージをクリアすると突入できるスペシャルステージをクリアすることで カオセエメラルドを回収できる作品、ステージをクリアすると、自動的にカオセエメラルドを回収できる作品の2パターンがあり、前者のパターンだとカオセエメラルドをすべて集めないと、真のエンディングへ突入できない。なお、カオセエメラルドを回収しない作品も存在する。MD 版の2作目から日本尻尾の狐のマイルスパワー、3作目から、 後一点のエミーローズとソニックの対抗兵器として生み出されたロボットメタルソニック4作目からハリモグラのナックルズザイキトナが登場した。またカオスエメラルドをすべて集めてリングを50枚取ることでソニックが全身黄色で無敵状態のスーパーソニックに変身できるようになったのも2作目からである。1作目と2作目は 同名タイトルでセガの携帯ゲーム機 GG 版も発売されたが内容が異なる。またソニックナックルズは単独でもプレイできるがカートリッジの上部に別のカートリッジをもう一つ装着できるロックオンシステムが採用されておりソニック1やソニック2やソニック3やそれ以外の MDO カートリッジを装着すると隠し要素が現れる。 1991年稼働の AC 版ワクワクソニックパトカーではソニックの声は古川敏夫であり1993年稼働の AC 版セガソニックポップコーンショップとセガソニックザ・ヘッジホッグと UFO セガソニックでは草尾武氏が担当したエッグマンの声は佐藤正春がすべて担当した 3D 操作が可能な作品が登場する SS 版のソニックジャムでは MD 版のソニックザ・ヘッジホックシリーズが全てプレイできる。1998年発売の DC 版ソニックアドベンチャーでは初の 3D アクションになっており、ここから家庭用ゲーム基盤などにおいてもソニックたちに声優がついた。またキャラデザインも現在の形に変更。この時代から 現在のような任天堂、ソニーコンピュータエンターテインメント、マイクロソフトなどのハード専用のソフトが登場するようになる。ソニックメガコレクション、ソニックジェムズコレクションでは過去のソニックシリーズのゲーム、あるいは日本未発売のゲームがプレイできる。ハードの性能によりゲーム画面や 3DCG ムービーなどがより美しくなった。XBOX360 で 過去の MD 版のダウンロード配信が開始した。また、2007年から任天堂のゲームキャラクターマリオと共演するゲーム、マリオソニックシリーズ、2010年にソニックナックルズからの続編が登場。ソニック生誕20周年を記念した企画やメディアなど、いろいろと発表された。HD 対応の作品が発売するようになる。2012年に HD 対応の ソニックアドベンチャー2や幻のキャラクターが操作できるソニックザ・ファイターズなど過去の作品がダウンロード配信を開始した。ここでは日本国内で発売されていないソニックシリーズのゲームを掲載する。なお、後に日本国内でオムニバスソフトなどに初収録されたものや Wii のバーチャルコンソールなどで移植されたものも含まれる。主にソニックシリーズのキャラクターが 他のゲームに出演した作品はいろいろとあるが、実際に本人自体が出演しているのではなく、単に背景キャラやアイテムとしての出演など、名称のみなどの作品も多数ある。ここではソニックシリーズにおけるクロスオーバースピンオフ作品を掲載する。マリオソニックシリーズは日本ではすべてニンテンドーからの発売になっている。この部分ではソニックシリーズのキャラクターたちが ゲスト出演した作品やソニックリーズに関連した日本専用家庭用ゲームのみを表記する。他にも XBOX360、Xbox PS3 ソフト、セガスーパースターズテニスがある。ここではソニックシリーズのゲームが収録されていた作品を掲載する。他にも日本羊では発売だがドリームキャストコレクション、セガジェネシスコレクションなどがある。 ソニックシリーズの音楽はゲームミュージックには貴重なロックに関連付けられたものが多く、その独自のサウンドが世界的に高い評価を得ている。第一作ソニックザ・ヘッジホックとその続編ソニックザ・ヘッジホックにはドリームズ・カム・トゥルーの中村正人を中心に作曲された。そのうちの数曲はセガの UFO キャッチャーの BGM としてもおなじみである。 ソニックアドベンチャーシリーズ、ソニックヒーローズ、シャドウザ・ヘッジホックなどの本編ストーリーの BGM は、ハードロックバンド、クラッシュ40の純正の上を中心に作曲されている。近年のソニックのイメージを確立した曲調である。ソニックザ・ヘッジホック、ソニックワールド・アドベンチャーなどの次世代、ソニックシリーズは、大谷智也を中心に作曲されている。その他に、 熊谷文江、沢田智博、長沼秀樹などが主に作曲に携わっている。メインテーマやキャラクターテーマなどのボーカルソングを歌うアーティストには、元ハードラインのジョニー・ジョエルや、元 TNT のトニー・ハーネルなど、かつてハードロックヘビーメタルバンドのボーカルとして活躍していた海外のアーティストを起用することが多い。かつて参加したその他著名アーティストには、 ゼブラヘッドのアリダバタビーマッティルイス、デンジャーデンジャーのテッドポーリーなどがいる。ありがとうございます。